はい、どうもこんにちは、まっちゃんです。今日は、ロングピロピロっていうのを紹介してみたいと思います。これ何かっていうとね、ちょっと見てください。やりますよ。いきますよ。これ吹くんですよ。お祭りとか駄菓子屋とかによく売ってたやつですね。いきますよ。ね、めっちゃ長いでしょ。で、結構ね、肺活量使うんですよ。ね、でこれ呼吸機能の改善にすごくいいエクササイズだっていうふうに言われています。でどういう効果があるのかっていうと3つあります。1つ目はダイエット効果、2つ目は病気の予防、3つ目は若返るという効果があります。で、まず1つ目の、ダイエット効果ということなんですけど、腹式呼吸っていうのを意識するわけなんですね。そうすると、インナーマッスルね、体の奥底にある内的なその腹筋ですね、腹筋を鍛えることになるので、お腹がこうへこんできます。シックスパックにはなりませんよ、ね、腹は割れんけれども、でもまあね、結構、お腹のダイエット効果に、効果があります。で2つ目の、何でしたっけ、病気の予防か。病気の予防っていうのは、これそもそもね、口呼吸の予防につながるんですね。人間っていうのはそもそも呼吸っていうのは鼻で呼吸するものなんですよ。ですけどね、だんだん高齢になってきたりすると、高齢になってくるとね、筋肉が衰えてくるわけです。で、お口の周り、これ筋肉でできてるんです。で、舌、これね、舌もこれ筋肉でできてるんですよ。ですから、だんだんね、舌がね、筋力が衰えてくるから垂れ下がってくるんですよ。で、それをお口の周りの筋肉で普通やったら支えるんですけれども、こっちの筋肉のお口の周りの筋肉も衰えてきてますからね、だんだん支えきれなくなって、下に「あああ」みたいな感じで垂れ下がってきて、常にね、口が開いてる状態になってくるんです。で、口が開いてますから唾液の分泌もあまりされない。そうなってくると口の中が乾いてくるんですね。で、口が乾燥してくるとどうなるかっていうと、菌を溜め込みやすくなります。菌を溜め込みやすい。だからインフルエンザとかね、風邪の菌、菌とか、ばい菌とかをね、溜め込みやすくなって、病気になりやすくなってくるんですよ。ですから、これをやることによって、口呼吸の予防につながります。で、口がずっと開いてる人っていうのは、口乾燥してくると、どうしても口臭くなりますね。ね、だから高齢の方、口臭い人多いじゃないですか。わからんけど。ね、ね、だからその口臭予防にもつながるっていうことがあります。で、3つ目。3つ目は、何でしたっけ？若返る。若返るっていうのは何かっていうと、やっぱ口をね、こう、普段あまりやるの、口をすぼめますから、この口輪筋、ここをね、こうすぼめることによって、表情筋、口輪筋っていうのが、こう鍛えられるわけなんですよ。ね、ここが柔らかくなってくるんですよ。ね、要、常に怒ってる人っているでしょ？怒ってる人っていうのは、あまり表情が動きませんから、表情筋が動かないんですね。なんかだんだん固まってくるんですよ。ね、固まってきて、ね、たまにちょっとチラッと笑ったりすると、その時にシワがピッとできて、それが形状記憶になって、シワでとして残っちゃうんです。ね、だから常にここの筋肉、表情筋、口輪筋なんかを柔らかく保っておくっていうことが大事なんですね。そういう意味では、非常にこの辺刺激されますから、表情が豊かになります。表情が豊かになってくると、当然ね、あの人感じええわみたいな感じになるじゃないですか。ね、そうすると若返ってくるんですね。若返っているような、若いような雰囲気が漂うようになってきますよ。ね、ですから非常に、そういう若返るという意味でも有効なんです。ですからね、是非やってみてほしいなと思います。で、やり方なんですけどね、しっかりこう口すぼめて、で10秒ぐらいかけて、ちょっと今時間があれなんでね、極端にやってますけど、10秒ぐらいかけて伸ばして、で4秒ぐらいかけてゆっくり戻すんです。その繰り返しを1日10セットぐらいやってください。そしたら、呼吸機能の改善に非常に効果がある、ベストアイテムなんで、ぜひ試してみていただきたいと思います。以上です。バイバーイ。